どうも、田畑ブラザーです。兄のしくです。弟のたくみです。よろしくお願いします。お願いします。本日は春の選抜大会に向けて、はい、秋の大会が始まります。始まっちゃいます。はい、新チーム練習編。練習編、あ、新チームになってからってこと？そう、新チームになってから夏終わってどんな感じで、はい、甲子園出てるパターンもあるし、はい、いろんな新チームの形がありますけども、はい、どういう感じでこう仕上げて春の甲子園の切符を勝ち取るのかというところにちょっとね話題を置きまして、はい、確かに新チームな、まあ、大阪桐蔭からもう行かせていただきますね、新チームは。あー、はい、まずはね、試合負けた翌日キャプテン決めから始めます。おー、もうすぐじゃあ負けた次の日から練習してミーティングってこと？練習の前にね、ミーティング、いや、なんかアップしてからやったかな。アップしてからか忘れないけど、キャプテン決めます、とりあえず。ああ、そうなの。グラウンドで？グラウンドで。そんな感じ。で、これはね、もうあの選手間投票です。おお、はいはいはい。選手が誰々で、紙に書くんじゃなかった多分。あ、そんなの。キャプテン誰々、選挙みたいな。副キャプテン誰々。そうそうなので、監督さんが集計取って、ほんまにそれ多かった人がなってるのかな。なってる。あ、そうなの。で、キャプテンが呼ばれて、おキャプテン候補が呼ばれていって、はい、で、副キャプテン呼ばれて、はい、で、俺も俺、その自分の代の時に、はい、呼ばれたの。え、じゃあ一応キャプテン候補やった。俺キャプテン、副キャプテンでもなんでもないねんけどいや、なんやったかな、一人一人面談やったか忘れたけど、なんか呼ばれてん俺。あ、まあまあ、はいはいはい。ほんで、こう、俺が言われたのは、うん、キャプテンに、はい、お前を推してる選手もおるし、はい、そう、誰かとは言わんねん。はいはいはい。そうで、副キャプテンにもどうやっていう声も出てると。はいはいはい。でも、君の態度じゃ、はい、っていうか、君のまだそのレベルじゃできないと。ああ、はいはいはい。言われて、でも、お前が変わればチームが変わるみたいな。ああ、なんか野球ノートかなんかあったやん。そう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 。その時か、じゃあ新チームになった時かかな。あ、そういうことを言われましたね。はいはいはい。新チーム当初は、へえ。一つ下で試合で打った選手が、はい、僕の代で言うと藤波入れると野手で2人、はい、投手でまあ藤波だけ、はいはいはい、みたいな。あ、そんぐらい3人だけだったって言ったら少ないからね。少ない少ない。うん、野手はもう2人だけなんや。俺と水本だけベンチ入りがと出てたんだよな。出てたんが、いや、野手でベンチ2人ちゃう。そんなんやったっけ。そうやで、おらんもベンチ。あ、そうなん。そう、少ない。え、そこからじゃあ春夏連覇に持っていったって。え、そうやねん。あ、そうなん。経験だいぶ合わせ、甲子園でも出てるもんな。そう、まあ1個強かったし、負けてもんだけど。あ、はいはいはい。選手層すごい厚かったから。あ、でもほんまに今で言うたら大阪桐蔭って下の選手ガンガン出てるけど、はい、俺らの時ではほんま少ない。あ、中で、まあそういう感じで、順当にいくと一個下から力あるものが、はい、で、水本がキャプテンになったやん。なってたね。だから一個下から試合で出たし、はいはいはい、まあみんなの信頼も厚いと、はい、ほんまなら俺副キャプテンになるはずやねんけど、流れで言ったらな。流れで言ったら野手キャプテン、ピーチャーキャプテン、藤浪君みたいな。そう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 。言ったらでも君はそのレベルにいないと何してたん。いや、何もしてないで、真面目にやってたんやけど、まあそう言われまして。え、どれやと思う。白水。ああ、はい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 。そう、今福井工大でコーチか監督してるな。え、監督そうなんだ。そう、すごい。やっぱ今監督するぐらいの人格者ですから。すごい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 んですよ。うん、っていう感じで、まずそっから始まりましたね、大阪大今。そんな選挙みたいに書いて、そう、投票して、そう、一人一人面談して。そうやね。すげえな。で、新チーム練習で、うん、大阪桐蔭これ名物かもしれへん、はい、でも表には出てない話やねんけど、はい、小学生ぐらいの仕込みから始まる、はい、キャッチボールからやり直しがあります。あー、なるほど。なんか俺もそんな感じやったわ。でもね、キャッチボールとか、うん、トスとかあるやん、その一連の流れ。もうきちっと一からやるみたいなやろ。うん、キャッチボールに関しては、はい、それたらやり直しみたいな。やり直しなんだ。一からだ、アップからだと。キャッチボールを整列して
キャッチボールって言ってはいとか言ってバーンって走っていって、うん、シャンシャンシャンみたいな。あ、やっぱ遠いでもやっぱそんな感じのことはあるんや。で俺もその高校になってまさかそういうのやると思ってなかったから、はいはいはい、もうえってってなるやん。ああなるな。もうえってっていうのを繰り返したね、はい、そのもうえってってなるんがやっぱ、うん、副キャプテンになられへんとこやって。まあそうやな、うん、でもあれ7回ぐらいやったそらもうえってなるわほんまにあのしつこいね、すっごいね。マジで。そうで、あの最後キャッチボールの時詰めてこう、あーあるな、速くなるやつ。あれを低めとかはええねんけど、はい、ちゃんとした肩ができてなければアウトなんです。やり直し、やり直し、また。で、そうやり直しって言われんねんけど、誰がどうしてるとか言われへんねん。あ、普通に犯人やり直せみたいな。あ、そうなの。だから嫌がらせなのかなって思うぐらい。あ、そうやな。そう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 。誰がじゃあ名指しでは言われへんの。誰が悪いかわからんから、こっちも疑心暗鬼になるわけ。バケモンやん。で、あとトスバッティングもやり直しに関しては、はい、トスバッティング普通にするやん。はい、しますね。で、投げてしっかり構えができてない。あ、受け手側の、うん、と、あとは全力の声やな。もうそれはキャッチボールもそうやないけど、はいはい、声出してなかったらもちろんやり直し。あ、はいはいはい、キャッチボールもトスバッティングも全力の声な。やばいな、まあ、あのちょっとウェイとかじゃなくて、あ、はいはいはい、うるわーって出さんとやり直し。そんな感じなの。でもうめっちゃ見てるから一人でも出してなかったらやり直しなよ。それマイクから言われる。あの本部席の、違う違う、もうコーチが実際グラウンドに立って最前列で見てるから。コーチの方が言われるんや。そう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 。えぐ。で、まあ僕ちょっとカミングアウトさせてもらうと、はい、口パクでしたね口パク口パクの方がなんか出してる説あるもんな。あるやろ必死感は出るよなめっちゃ口パクしてた。あかんやん。え、じゃあその出してる時もあったけど、うん、7回とかやからほんまに。なんかあれやもんな、喉をもたんっていう。もたんもたん、ほんまや。あの大阪桐蔭も、まあどこのチームもそうかもしれないですけど、ほんまにそういうとこから始まります。あ、そうなんや。もう一から、もう一からチームを作り上げよう的な。そう、そんな感じやな。やっぱりやってた時は、うん、これほんまにいるんかとか。あ、はいはいはい。絶対無駄、実践した方がいいみたいな。あー、そんな声もあるよね思ってたんやけど、うん、まあやってよかったね。よかった。うん、あ、なんかこう見つめ直されるというか、はいはいはい、締め直すよね、あれは。チームワークとかもすごい出来上がったりするもんな。うん、まあいい意味にも悪い方向にも行きやすいんじゃない。そうそう、まあ例えばサボってるやつがやっぱりそうなってくると目立ってくるから、はいはいはい、俺みたいなやつがな、うん、なんか口パクしたりとかするし。アウトやんアウトやん俺はしてたから。最悪やな。みんなしたかね。えぐいな。ほんまにそういうとこが始まって、うん、でノックももちろんやり直しあるし。ああ、はいはい。もう全部なの。バッもう全部、ね、シートバッティングとかも。アップもそう。はいはい。アップもやり直しあります。あるよな、足揃ってなかったら。足揃ってない。ランニングアップってなんかいろいろ俺ら揃えなかったやつが、はいはいはい、いっぱいあんのよ。ああ、はいはい、うん、でそれも揃ってないとか揃ってるやん。すべて、うん、すべてにおいてやり直しがあります。あ、まあ、そういうのがね、強さの秘訣なのか。うん、秘訣やろな、でも。そうやな、もうやってよかったなとは思うけど、はいはいはい。新チーム練習も、うん、夏の追い込みが一番しんどいっつったけど、うん、結構2位ぐらいに入ってくるな。きつそうやな。めちゃくちゃきついね。でその精神的にもいかれそうやな。精神的にもいかれるし、うん、真夏やん。真夏やな、確か新チームとかやったらな。で、全力疾走やり直したこともあるから。あー、はいはいはい。グラウンド内全力疾走はやねんけど、うん、誰か一人でもやってなかったらやり直しとか。あー、はいはいはい。全力疾走のやり直し、意味わからんやん。いや、当院もなんかそんな感じだよなと思ったら今。あ、そう、意外とそういう感じよ。そう、やり直し系があるんやなとか、うん、新チーム練習だけね、うん、でも新チーム練習、それを乗り切るとそれがだからベースになるから、はい、そっからは別にその別に誰出てもまあまあそんなのもう誰いることないねんけど。ああ。その新チーム練習ほどいかんでも、はいはいはい、なんか自然とそれぐらいになってんねん。ああ、もう出来上がってんねん、うん、それが、それが普通になって、はいはいはい、っていう感じ。あ、
それが普通なんだ、やっぱ強いよな。それが普通の土台に なるから、うん、そっから下はないなくなんねんな。うんうんうん、だから今までどれだけ先輩に甘えてたかっていうのがその新チーム練習では分かる。あ、よく分かるってこと。そう。あ、そこでをね、やり直しというやり方で、はい、体で覚えさせていただきました。はい、もう染み込んだ。染み込みました全てが。まあやり直しの話しかしてないけど、はいはいはい、そういう練習します。どこもそんな感じなんちゃうんかな。そうなのかな。新チーム党員もなんか嬉しいな。でも党員もやっぱそんな感じやったやなって。そうやね、うん、まあ、だからこれを乗り切って、うん、新チームという土台ができて甲子園を目指して秋の大会で戦っていくという感じなので、はいはい、まだまだほんまにね発展途上だと思います、うん、やし冬も超えれるし、うん、選抜さえ勝ち取ればほんまになんとかなるから。なんとかなる。ほんまにね、あのどこのチームもそうやで。ああはいはいはい。一冬超えてさらに強くなる。ああそうやな。うん、どこのチームもそうやから。確かに。その切符を取るためにね、うん、みんな頑張ってると思います。はいはいはい。とりあえず大阪桐蔭の新チーム練習はこういう感じでした。はいはいはい。では皆さん、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。